んかもう今バタバタしててちょっと今緊張となんかもうすぐだっていうのがなんかいろいろ入り混じってなんか変な感じです。通り過ぎてやばい泣く。肉汁のデビューの場所がヒンちゃんね。肉汁どっちも同じくらいです。いや肉汁の方が死にそうだったかもしれない。よし大丈夫よ。よくあってみんなでどうしたらステージが良くなるのかなとかどうしたら楽しんでもらえるんだろうとかよく話し合いをしていました。すぐには結果が出ないかもしれないけどでも今日生誕祭がこんなに素敵に終わることができたみたいにもっともっとみんなに愛されるパーケンへと成長していきたいと思っています。私はステージに立つこととみんなの笑顔を見ることが大好きでみんなが大好きです。
んか私のためにいろいろ考えてくれたんだなって思うと、なんかすごい今パーケンとしてどう頑張っていけばいいか分からない時期だったんで、なんかこれを機にすごい頑張れそうです。ありがとうございました。本当にバイバイ。